トラゴーバンキャベタイ樹形は、キジモクキジカ樹形属に分類される鳥類。中華人民共和国固有種全長オス六十一から七十センチメートル、メス五十から五十三センチメートル。翼長オス二十一から二十二点五センチメートル、メス二十から二十一点四センチメートル。体重オス一点四キログラム、メス零点九キログラム。卵は長径五センチメートル。 単径4センチメートルで卵を覆うからは泡褐色で褐色の反紋が入る。オスは頭部は黒、頸部は赤褐色の羽毛で覆われる。側頭部にはオレンジ色の羽毛が伸長する。背は赤褐色の羽毛で覆われ泡褐色の反紋や白や黒の反転が点在する。胸部や腹部は泡褐色の羽毛で覆われる。目の周辺や頬に羽毛がなく黄色や オレンジ色の皮膚が露出する。喉に外縁が単性色で海緑色の反紋が入る、肉垂がある。肉垂の中央部はオレンジ色で紫色の反紋が入る。メスは全身が褐色の羽毛で覆われ、泡褐色や黒、白の反紋が点在する。標高700から1400メートルにある下場に草や笹が密生した根光林に生息する。 食生は雑食で、植物の葉、種子などを食べる。繁殖形態は卵生。地表から2.5から4メートルにあるリスのフルスに巣を作るが、地表から9メートルの木の上に巣を作った例もある。1回に2から4個の卵を産む。放卵期間は28日。開発による生息地の破壊、食用の狩猟などにより、生息数は減少している。 生息地の一部は保護区に指定されている。ありがとうございます。